はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、10キロジョギングしてきました。ウォークモード、解除していきたいと思います。はい、10キロ走ってきたのでですね、その間ずっとウォークモードでした。はい、で、ウォークモードをね、解除すると、まあ、そのウォーク、10キロジョギング中の、まあ、成果がですね、まあ、確認できるということになります。ですね、まあ、一応いくつかのね、宝の地図を周回しておりました、ということで、まあ、お宝モンスターね、結構、倒しています。三重のジャガンの呪いの地図ですね、であったりですね、あとは、岩手の寮の花垂れ市地図、ですかね、はい。で、滋賀の巣の呪われ市地図。まあ、これらの地図はね、ご当地地図ですね。はい。あとは、まあ、東京の自分の地図ですね。あとは、大分の、まあ、鳥天の呪いの地図。あとは、秋田のエルロイの花垂れ市地図。まあ、これは、はい、ご当地地図ですね。はい。島根のモルトの花垂れ地図。これは S 地図でしたね。はい。あとは、宮城のおでこパシーのさまよえる地図。ですね。まあ、こういった地図をですね、周回していたということです。はい。ではですね、ちょっと前置き長くなりましたが、ウォークモード解除していきたいと思います。はい。では解除。はい。375匹、倒しました。回復スポットが62個、2回ですね。手に入れた心20個ということですかね。はい。ということで、まあまあ、まあ、真珠ポイントとかね、結構いいんじゃないかなとは、思います。はい。で、次ですね。スカウト結果は、こんな感じですかね。はい。キラーマシンが3体いてですね。キラーマシンはね、結構、スカウト率良かったですね。まあ、シャドウサタンがね、結構倒したんですけど、6匹ぐらい倒したけど、まあ、結構逃げられましたね。はい。2匹仲間になりましたけど。で、あとはゴーレム、スカルゴンというところですかね。まあ、一応ですね、この、モモンジャか。はい。ギガソード持てたら当たりですけど、はい。まあ、ほとんどギガソード持ってないですね。うん、10分の1より低いような気がしますね。はい。モモンジャの。まあまあいいでしょう。ということで、はい。ということで、アルクンデス W をちょっとチェックしておきましょう。今ね、午前の1時4分ということで、まあこれ、走ってる途中で日付変わったんで、まあ、歩数があんま大したこと、5971歩ということで、まあ大したことないですけど、まあまあしゃあないでしょう。日付変わってからのカウントなのでね。はい。で、モンスター牧場をちょっと見ておきます。卵がね、これか、13000歩族のシャドウサタンの卵ね、セットしたら、はい、残り1610歩ということでした。はい。あとですね、訓練場は、はい。さまよう鎧をね、置いております。こいつね、デイン耐性 S があったと思うので、ちょっとそれが育つかどうかね、チェックしてるんですけど、はい。レベル38まで上がりましたということで、うん、デイン耐性が C まで育ってたら多分ね、可能性ありますよね。あ、B まで育ってるやつありますね。はい。未だにデイン耐性 S をゲットしたことが、まあ、ないので、ちょっとね、そろそろね、ゲットしたいですよね。ギガンテスに2つつけたいな、と思ってたりしてます。はい。まあまあ、とりあえずこんな感じですかね。はい。あとは、そうですね。ここも見ときましょうか。まあまあまあ、すいません。ちょっと、とりあえず、まあこんな感じかな。宝の地図はね、はい。一応今回の周回していた地図がいろいろあります。まあそうですね。だいぶまあこのジョギング周回でですね、まあ一回だけ忍者のウォーカーズキル五冠長命がまあ使えてですね、まあその間に結構お宝モンスターを処理することがまあできています。はい。というわけで、まあまあ、ちらほらね、ちょっと残ってますけど、まあまあ、こんな感じですかね。はい。ということで、あ、ちょっと、シャドウのスカウトがいたので、こいつを最後に、買ってからですね、終わりにしたいと思います。まあ一応、周回パーティー、こんな感じです。一応ね、破壊の鉄球持ってるバトルマス、あ、違う、ゴッドハンドか。ゴッドハンドが最初に動くようにしています。はい。
はい。というわけで、仲間にはならないということで、まあちょっとね、残念ではありましたけれど、まあまあいいでしょう。はい。というわけでですね、まあ何らかの参考になりましたら幸いです。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ。